春から秋にかけて市民や観光客の目を楽しませてきた札幌大通公園でも冬支度が始まりました。札幌の大通公園では今朝から公園内にある合わせて35箇所の花壇で草花の撤去作業が行われています。今年8月に植えられたマリーゴールドやベゴニアなどが造園業者の手で抜き取られていきます。噴水はすでに止められていて、今日午後5時には撤去作業が完了します。来週は樹木に冬囲いの作業が行われる予定で、大通公園は本格的な冬の備えに入ります。